はい、皆さんおはようございます。よっちラジオシャープ33やっていきたいと思います。最近久々にウームの社長の鎌田さんとお話しさせていただいたんですけれども、っていうのもレックというラジオアプリを通して、まあ、収録も兼ねてなんですけれども、まあ、皆さんよかったら僕と鎌田さんのレックのアカウントをフォローよろしくお願いします。で、やっぱり社長と話すとなるとすごく緊張しますね。未だに慣れないんですよね。本当に慣れないんですよ。鎌田さんはね、別に緊張しなくてもいいよって言ってくれるんですけれども、まあそれにしてもまあ緊張はするんでっていう話はしてて、でその後ね、なんか鎌田さんは親しき仲にも礼儀ありだねって言っていただいて、まあありがたい言葉でしたと。でそしてなんか思い出話もしたりして、で最後に思い出をどんどん上書きしていこうよっていうことを言われまして、惚れました。あの名曲の歌詞でしか出ないですよ、この言葉。まあ、こういう素敵な言葉をね言えるのはやっぱり本当に鎌田さんはすごい人だなって、改めて思いました。ということで、ぜひ、僕と鎌田さんのレック聞いてみてください。はい、それからフォローよろしくお願いします。さあ、というところで今回もやっていきますよ。まず最初のコーナーはアイスブレイクタイム。こちらのコーナーはですね、朝一番ということで頭のラジオ体操みたいなものです。で今日もね、簡単な心理テストをやっていきたいと思います。皆さん準備はよろしいでしょうか。はい、今回の心理テストはですね、ストレス状態です。はい、ストレス状態です。それではね、お題はこちらになります。あなたは部屋の中に絵を飾るとしたら、次の4つの中のどれを選びますか。1、木漏れ日の差し込む森林の絵。2、青空と海がどこまでも広がる絵。3、幻想的な岩山の絵。4、のどかな日本の田園風景の絵。はい、もう一回読みますよ。1、木漏れ日の差し込む森林の絵。2、青空と海がどこまでも広がる絵。3、幻想的な岩山の絵。4、のどかな日本の田園風景の絵。さあ皆さん、この中から選んでください。で僕はちなみに青空と海がどこまでも広がる絵です。さあ皆さん、答えは決まりましたでしょうか。さあ答え合わせの方行きましょう。まず1の木漏れ日の差し込む森林の絵を選んだあなた、穏やかな心理状態です。逆境に強く、ストレスの起きる事態に遭遇しても上手に気持ちを切り替えられる、セルフマネジメントの得意な人です。おー、なるほどね。うまいことね、こうストレスに遭遇しても気持ちを切り替えられるという方ですね。2の青空と海がどこまでも広がる絵を選んだあなた、ちょっとモヤモヤしてすっきりしたがっているようです。最近忙しかったりストレスを溜めたりしていませんか。退屈なことが嫌いで、パーッと海外旅行に行って遊んでリフレッシュしたいと潜在意識では思っています。ああ、これ僕もそうなんですけど、めちゃめちゃ海外旅行行きたい今。すっげー遊びたいもん。まあ、海外旅行っていうか、こう沖縄とか行って、その海辺行きたいよね。なんか青空と海しかない、そういうところ行きたいですね。こう気持ちの入れ替えもしたいっていう感じですね。わ、これ合ってるわ僕は。3番、幻想的な岩山の絵を選んだあなた、むしゃくしゃイライラしています。うん、何に怒っているのか悩んでいるのか、かなりストレスが溜まっていますらしいっす。結構溜まってるらしいです、この岩山の絵を選んだあなた。そして4番、のどかな日本の田園風景の絵を選んだあなた、少しお疲れ気味のようです。慌ただしい現代社会に消耗し、癒しを求めています。何もせずにただぼーっとしたいと潜在意識では思っています、ということでこういう答えになりましたけれども、
リラックスしてください、ぜひ。少しお疲れみたいなようです。なんか リラックス方法を探してみてください。ということでね、皆さん答えの方は合っていましたでしょうか。ということでね、朝一発目のアイスブレイクということで、やってまいりましたけれども、早速次のコーナー行きたいと思います。次のコーナーはですね、よっちがメンバーに質問してみた。まあ、このコーナーは僕がボンボンメンバーにね直接質問してその回答を読み上げるというコーナーですね。であらかじめ LINE でメンバーに質問したんで、その質問内容と回答を読み上げていきたいと思います。質問内容、今回はですね、恋の対象となる衣装はどんなタイプですね。はい、恋の対象となる異性はどんなタイプ、結構キワキワな質問でしょ。こゾクゾクするような質問でしょこれ、皆さん。はい、僕も、ね、普通の質問はねメンバーにしませんよね。やっぱり、ね、こう人間性が出るような質問を僕はしますんで、それではえっちゃんから読んでいきたいと思います。話が合う、はい、話が合う方ですね。なんか価値観的な問題ですよね、もうここまで来るとね。うん、えっちゃんはね結構なんだろう、ボカロとか好きだし、まあ漫画とかアニメも好きだし、そういう面ではそういうアニメとか漫画とか好きな人はすごい話が合うと思います。うん、確かになんかえっちゃんは共感したらテンション上がるタイプですね。うん、なんかもう普通に普段はねクールなんだけど、ちょっと話が共感したりとかしたら、なんか、あ、わかるわかるわかる、うんうんうんみたいな、こう、テンションが急に上がる女の子です。普通に女の子です、えっちゃんは。だから、なんだろうな、こう、僕らといるえっちゃんと、やっぱり、オラー君といるえっちゃんって、多分全然違うんだろうなって思いますね。うん。なんか、普通にキャピキャピしてそう。はい。ということで、続きまして、りっちゃん。優しくて落ち着いてる人。理由がテンション高い人だと自分がテンション高くない時に疲れる。あ、逆も叱りじゃねこれ。だけどりっちゃんがさ、いやいや、こっちがテンション低い時にりっちゃんテンション高そうだよね。でもね、うん、まあ、優しくて落ち着いてる人なんだ。あ、そうなんだ。あ、なんか意外っすね。優しくて落ち着いてる人か。優しいがやっぱ条件に入ってくるんだ、りっちゃんでも。意外だね、なんかテンション高い人って合わないんだ、りっちゃん。逆にさ、なんか自分と似た人じゃないんだね、なんか。あ、やっぱそれだけ多分りっちゃんはテンション高いから、バランスだね。うん。多分りっちゃんはテンション高い人と付き合ったらもう、自分が消耗されるんじゃない、多分体力を。なんか言ってたな、なんか、私の話をなんかうん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 みたいな、聞いてるか聞いてないぐらいの感覚で、うん、聞いててほしいみたいなこと言ってたな。なんか言ってたわ。やっぱなんか作業しながらうんうん、あーそっか、うんうんみたいな感じの方がいいらしい、りっちゃんは。優しくて落ち着いてる人だって、うん、すごいね、なんか意外。はい、続きましてドミちゃん。ですね、ドミちゃんは気持ちをストレートに伝えてくれる人。ほう、これもね、ドミちゃん前々から言ってましたね。で、理由がなんか分かりやすい素直な人が好きだからって書いてありますけれども、まあ分かりやすい人っていいよね、あと素直な人。だからドミちゃんもね、すごい素直な人とか直球で言ってくる人が好きみたいなこと言ってましたね。何事も、なんだろう、やっぱ隠し事がやっぱ嫌いなのかな。でもドミちゃん自身もすごいはっきり言うタイプではあるんですよ。最近、まあ慣れてきましたから、ドミちゃんも撮影とかね、うん、すごい結構正直に言ってくれるようになりましたね。いい意味でね、すごいいい意味ですごい正直に言ってくれるようになりました。なんだろう、ドミちゃんと、ドミちゃん、なるほどね、ドミちゃんなんかすごい僕は見くびっているのかもしれない。大変失礼だと思いますが、やっぱり僕は年が離れている、もうドミちゃんをこう妹のように、はい、見てますけれども、ちょっと僕見くびっているのかもしれない、もしかしたら。ちゃんとした女性っていう感じで見てあげないといけないのかもしれない、もしかしたら。
この子大人な考えやっていうことをね、こう僕も認識していかないといけないのかもしれないね。やっぱ、うん、大した考えで過ごしてますよ、やっぱ。はい、ということで続きまして、一致、話が合う人、笑顔が素敵な人、理由、自分に対してバカ笑いしてくれたり、くしゃって笑ってくれたら多分ビビッときちゃうかも。なんかで、ね、ちょっとにやけちゃうねこれで、ね、あーすごいいいね、いい話聞いてるわ。なるほどね、わーわかるわ。なんかね、あのね、一中自身もねゲラなんですよ、超ゲラなんですよ。だからこそやっぱり笑ってあげる気持ちよさって一致は知ってると思うんで、相手がこう笑ってくれたら自分これぐらい気持ちいいだろうなみたいな。だからこそなんか笑ってあげることってめちゃめちゃ一致にとって大事なことなんだと思う。だって一致がさ、めちゃめちゃ笑ってくれたらめっちゃ気持ちいいもんだって。あ、めっちゃ笑ってくれてるみたいな、すげえこっちとしては気分良くなるから、やっぱり一致も何かね、してくれたらめっちゃ大声で笑いたいしって思いますよね。まあ言うて僕一致めっちゃ笑っちまうんですけどね、何しても笑ってしまいます。僕はもう、僕一致にめちゃめちゃ弱いんですよ、笑ってしまう、もう本当に。いやもう喋ってるだけで笑っちゃうかもね、なんか。いやでも一致はね、すごい前と比べてなんか殻を破ったというか、なんかすごい一生懸命頑張ってくれてるなっていうのを感じますね。それはもう結構普通に、なんか僕は一致のイメージはもう笑ってるイメージしかないんで、笑わせられたり、笑わせあったりの関係でいたいですよね。はい、ということで続きまして、なる、まめに連絡をくれる人です。気になってなかった人でも気になってきちゃいます。ほう、なるほど、マメに連絡をくれる人、はあ、そうきたか。確かね、僕の記憶ではなるはなんか追われたらちょっと引いちゃうみたいなことも言ってまして、この答えはちょっと意外ですね。なるの中で何か変わったのかな。ちょっと面白いんだけどさ、この LINE をさ、グループ LINE でさ、メンバーに LINE してるわけで、質問にちょっと答えてほしいみたいな LINE をして、なるがさ、こうこの質問をピッて出した瞬間に、グッピンがね、俺結構マメに連絡とかしちゃうタイプだわとかって速攻メッセージ来ましてみたいな、グッピンがすげえ反応してましたね、これで。あれ面白いね、こうグッピンがさ、なんかなるにさ、マメに連絡取るようになったら面白いねこれね。あ、でも待てよ、俺待って、俺も最近ね、なるにマメに連絡取ってんだけど、これ何の連絡かって言ったら、今ねプロ野球やってるじゃんね。でプロ野球のどこ勝ったとかどこ負けたとか、そういう話ばっかりしてるんですよ。なぜかって言ったら、野球の話できるのなるしかいないんですよ。メンバー誰も野球に興味なくて、もう話せるのが唯一こうなるしかいないんですよね。もうだから僕もね、なんかもう嬉しくて、野球の話できるのが毎日送ってるような気がする。こう試合終わるたんびに、どの選手がホームラン打ったとか、なんかどの選手はちょっと注意が必要だねとか、なんかそういうなんか連絡まめにしてるけど、あ待って、俺、え、もしかしてこれ俺なのか。はい、というわけで、続きまして、りょうけん、話が合う人、気が合う人、やっぱこれにかかってくるよね。やっぱ気が合う人とか話が合うとか、やっぱそういう価値観的なものだよね。やっぱそういうものを合わないとやっぱやっていけないよね。いや、りょうけんものすごく人に合わせるタイプだとは思っていて、ちょっと気が強いとちょっとすいませんみたいになるようなタイプだとは思っている。多分両県は穏やかな人が合ってると思ってるな。多分本人もなんか落ち着いた可愛らしい人が好きですって言いそう。まあ両県もね、結構ゲーム好きですからね、こうゲームの話とかできる女の子とすごい合うんじゃないかなって思いますね。
次ましてグッピンなんですけれども、これもまたなんかあれだね。グッピン、愛嬌がある人。昔から男は度胸、女は愛嬌って言うでしょ。それは本当にそうだと思う。ちょっと昔の人の考え方なのかなって思っちゃうけどね。まあ愛嬌のある女性はねすごいいいと思いますよ。ただこう、なんだろう、僕にしか見せないみたいな、僕にしか見せないその笑顔とか、僕にしか見せないその困った顔、怒った顔、泣いた顔っていうのはねいいですけれどもね、うん、やっぱグッピンっていうのはね、こう結婚して奥さんとずっといますからね。それを、まあ、10年以上ですからね、こうグッピンは同じ方と10年も一緒にいるわけですから、これは本当になんか回り回ってこの答えが出てそう、うん、まあ、とりあえず愛嬌ある子なんだろうねグッピンは、うん、っていう、はい、グッピンはそんな感じだと思います。はい、っていうところで、全メンバーの質問終わりましたけれども、次回ねまた一つ質問を読んでいきたいと思います。それでは続きましてですね、意味がわかると怖い話というわけで、前回ですねステージ1のファイル07やりましょうっていうことを言ってたんですけれどもね、皆さんファイル7まで進めたでしょうかね。はい、画像も出てると思いますけれどもね、一緒にやっていきましょうということで、意味がわかると怖い話やっていきたいと思います。今回ちょっと短いですけれどもね、読んでいきたいと思います。自宅が強盗に襲われたとの連絡が警察署から入った。まず妻の安否を確認したところ無事だった。どうやら持っていた包丁で妻が強盗を撃退したらしい。妻を迎えに警察署に行くと、妻はインターホンが鳴ってあなたかと思って玄関に出たらいきなり襲いかかってきたのと言った。私は妻を抱きしめながら怖かっただろうとその頭を撫でた。なんかこれ見たことあるようなないような、ちょっとわかんないですけども推測するいきます。ゾッとする文章を選択しよう。妻が旦那を殺そうとしていたことが読み取れる箇所はどこでしょう。あ、妻が旦那を殺そうとしていた、強盗撃退と。いや普通はね、強盗しに来た男の人をこう殺害する流れなんですけれども、逆に旦那を殺そうとした。ああ、これなんだろうな、多分ですけど、多分こう僕一発で今回答えちゃうかもしれない。おそらくあのインターホンが鳴ってあなたかと思って玄関に出たらいきなり襲いかかってきたのっていう言葉がちょっと怪しいなと思っていて、多分あのあなたかと思ってもう包丁多分持ってたんだろうね。こう旦那にもう襲いかかるつもりでもう玄関に出たんだと思うっていう感じなんだと思います。回答する。はい、正解しました。はい、やっぱりここだったね。回答、インターホンが鳴ってあなたかと思って玄関に出たらいきなり襲いかかってきたの。つまり強盗を玄関で撃退した、しかし持っていた包丁でである。つまり帰ってきた夫を刺し殺すために包丁を持って玄関に出たのだろう。果たしてこの夫はこれからどうなるんだろうか。ああ、なるほどね。そういうことですよね。っていう感じで。はい。ファイル7、あっという間に終わっちゃいましたね。ファイル7、あっという間に終わっちゃったな、これ。まあ、って言っても、まあ、いい時間なんでね。次回、意味がわかると怖い話、ファイル08をね、やっていきたいと思います。で、それまでしっかりちょっとファイル8まで進めといてくださいと。はい。続きましてですね、最後のコーナーですね、質問コーナー、こちらはですね、前回のラジオのコメント欄の質問であったり、悩みを読み上げていくコーナーですね。まあ、今回もペンネームがついてる人のコメントだけ読ませていただきたいと思います。はい、今回ねちょっと質問がちょっと少ないのでちょっと絞ろうかな。うん、3名の方のみ読んでいきたいと思います。ペネームカラシティさん、ヨッチへの質問、ヨッチさんの好きな服のブランドやおすすめのブランドはありますか、教えてほしいです。まあやっぱり一番はアディダスなんですけれども、最近ねクティールっていうブランドにハマってますね。とにかくこう T シャツがめちゃめちゃおしゃれですね、うん、でいつもこう
ZOZO タウンとかで買ってるんですけどもね、いいものはねすぐ売り切れてるんですよ。で最近ブカブカの服を着るのにハマってるんで、 おしゃれでそのブカブカの服っていう感じでこうクティールを選ぶようにしてますね。なんか毎回めちゃめちゃなんかイラストが可愛くてポチっちゃうんですよ。おすすめです。もうなんか女性も全然デカめに着るのが流行ってるから全然あれだと思ってますね。ペンネームうまちゃん、お悩み相談。よっちはストパしたことありますか？私はテンパでストパしたいんですけど、効果が切れたらテンパひどくなるって言われてるんですが、よっちならやりますか？この質問なんですけどね、僕ねストパしたことあります。でうまちゃんみたいにね、こうテンパがすごいコンプレックスで悩みだったのね。だからね、なんかもうまっすぐにしたかったわけ。もう周りさ、すごいまっすぐな男の子しかいなかったから、ちょっとね僕はダサいと思ってたんだよね、このテンパは。でなんかすごいまっすぐにしたはいいけど、ちょっと部分でしかできなくて、で思ったよりねめっちゃぺちゃんこになるんよ。すっごいぺちゃんこになる。本当に水で濡らしたぐらいぺちゃんこになる。ちょっとナスビのヘタみたいな髪型になっちゃうんですよね。でだからそのやっぱ自分のなんていうかな、自分らしさって大事だなって最近思ったんだけど、やっぱ本来の髪質じゃないんだよね。いわゆるこう自分らしさの髪型じゃないわけ、だから最近僕もね、なんかいちいちさアイロンで伸ばして撮影してたんだけど、最近ねなんかヨッチパーマかけたって言われるけど、本来は僕これなんですよ。もうこんな感じでクルクルなやつをアイロンで伸ばしてただけなんですよ。だからもうなんか僕もね、最近もうありのままの髪質でいこうみたいな、自分らしさを出していこうみたいな感じで、もう今はもうテンパ一筋でね生きていこうかなと思っております。まあストパーにしたのはいい経験だなって思いました。なんか一回したらもういいやって感じですね。だから一回ねやってみてもいいんじゃない？やってみてめちゃめちゃ自分に合ってるってなったらもうやったらいいし、もう違うなってなったらもうやめればいいし、いやただやってみることに意味があるとは思ってます。企画はあつ森をやってほしいらしい、最近なんかアップデートされたらしいからね、なんか海に潜れるとかなんかそういったもので面白い企画が思いついたらやりたいと思います。まあ一番好きな髪型はもうテンパです。はい、こう見たらねテンパの人ってねなかなかいないんですよ。テンパの俳優さんって結構ちょっとセクシーだなって思い始めました。はい、さあラスト一人の方呼んでいきたいと思います。はい、ペンネームよっち大好きさん、ありがとう。質問ですね、戻れるなら何歳に戻りたいですか？なるほど、これね多分ねほとんどの人がねこう小学校に戻りたいとか高校に戻りたいとか言うんだろうけど、僕は上京したての21歳の頃に戻りたいですね。まあなんで戻りたいかって言ったら、やっぱ21歳が一番こうね初めての東京で、で初めての東京の街で初めての仕事でね、すごいもうビンビン来てた。もう人生最大の年でした21歳は。全く新しい環境で全く何もな分かんない街で、なんかすっごい毎日楽しかった。今もめちゃめちゃ楽しいんですけれども、なんか楽しさが近かったね。なんか見るもの触れるものが全て初めてだから、なんかすごく充実してましたね21歳の頃。だからぜひねその日に戻りたい。まあなんならねこうその日に戻って初心を取り戻して、今もなんかがむしゃらに生きようみたいな感じで、その若き頃の自分のなんかその意欲っていうものをちょっと取り戻したいよね。はい、まあ今はちょっとね、その時からはいろいろ経験してますから、なんかあるたんびにうわ、すげえみたいな新鮮な感覚にはならないですよね。だからもう21歳の時はもう何をしようが驚いてたから、っていう感じで、まあ、21歳ですかね。はい、やってほしい企画、ツンデレ学園やります。もう少しお待ちください。変態おじさん、まあ、目隠し鬼ごっこかな。はい、もう新しいやつは収録済みなんで公開日お楽しみください。はい、というわけで
今回はね3名の方ちょっと少ないですけれどもね、僕はもうゆちラジオはもう30分以内で収めようと思っているんで最近、で次回はですね、この前の動画のコメントも拾おうかなと思ってます。はい、いろいろちょっと時間によって変わるんですけれども、いろいろ前回の動画のコメントとか今回の動画のコメントとかいろいろ合算して読んでいきたいと思っております。よろしくお願いします。はい、まあ、引き続きね、感染者増えてますんで引き続き YouTube のコメント読んでいきたいと思っております。よろしくお願いします。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次回のよっちラジオでお会いしましょう。またね。